はいどうもお疲れ様です。投資の世界ではね、6、7、8、9月。このあたり、特に7、8、9月、8、9月ってのは、投資家さんがね、なりを潜める時期、バカンスに出かける時期って言われるんですよ。で、10月からまた投資を始める方は始めて、年末まで向かうってう流れがあるんですけども、まあ、それもね、昔のことだったのかもしれませんよね。で、今年に入って2月あたりからずーっと円安がドル円では進んで、 ご覧の図の図ようになったわけけですけどもそれもいつか終わりが来るんですよでその終わりがいつどんな機会で来るかってことが分かりませんので私たちは粛々とテクニカルをやっていくわけなんですよねその前提としてエントリーするきには必ずロスカットラインを設けることこれデモトレードの時から練習していってくださいねエントリーとロスカットは一緒ですよそしてエントリーするときにどのぐらいのロスカットが自分の資金力とか精神力では適正なのかってことも掴んでいかないといけないんですよ でそれができてないうちに実際に玉にお金を入れてロットを積んで、ね、エントリーしちゃうと投資を続けたくても続けられないような状況つまり資金がなくなるとかね失った資金のダメージから回復できないということになっちゃいますので用心していただきたいと思いますさあそしてですね、えー、この46週の最後の金曜日のことですけどもとてつもない事件が起きました、ね、大きく陰線が貫かれてますよねご覧のようにここですよ 今まででは考えられなないような形ですずーっとこの上り調子に行ってましてこんなでかい陰性なんて資金介入があった時でも為替介入があった時でも発生してなかったんですよ見たことがないですねこんなのはねでもこれが起こるのが相場なんですよめったに起きませんよめったに起きないから対処するのが難しいんですよですんで原則がありますそれはやっぱり材料がある時には絶対にロットを置かないってことですよね介入が示唆されてる時は まあ必ずそれを前提に考えないといけないんでその全てを解消するためにはエントリーと同時にロスカットラインを引くことなんですよこれでほとんどのリスクは避けれますそれこそ介入のリスクだって避けれるわけですよつまりは全部と言っていいほどリスクが避けれるのが必ずロスカットラインを設けるってことなんですよねでロスカットラインでロスカットされてもそれは自分の許容できる負けの金額じゃないですか でその設定をするわけなんで、ロスカットを受けたからダメージで立ち直れないってことは、そもそもロスカットラインの設定がおかしかったってことになりますんで、だからデモでよく練習してくださいねってことになります。えっ、ー、と、冒頭いろいろと申し上げました。えっ、ー、と、今ね、11月13日の朝5時です。ちょっと私もね、まだ深夜で、ろ列が回ってない状態ですけども <laughs>、あの、伝えたいことは伝わったのかなと思います。えー、それでは今、 週足を見ていただいたんですけどもこれから始まる47週を見ていきたいので時系列ごとに追っていきたいと思います、えー、ここからね倍にまた回復するのかセルが続くのかこれ分かりませんよ当然ですけども当然分かりませんよでテクニカルが今効かない状態ですんであの場合によっては1週間ぐらいね待たないといけないかもしれませんでこれはテクニカル分析をやってる以上は仕方がないことなんですよ まあですんで、いけるときにはね、こういうときには取っとかないといけないんですよね、こういうときには。で、ここで取ってるから、今、じっくりと待つことができるんですよ。でも、そもそも普段からエントリーのチャンスが見出せない方とか、エントリーしても資金が増えない方に関しましては、どんな難しい状況でも、とりあえず挑戦しちゃうでしょ。これが敵なんですよ。あの、いいときに取れなかったんで、難しいときに取れるわけないじゃないですか。今、難しいときですからね。ですんで、私も二の足を踏んで、 1> 1週間は玉を入れないいっててう覚悟から始めてるんですよ。そう考えたらこの FX オリガルヒをご覧の皆様、ね、そこまでちょっとね勇気が出ないと思うのも無理ないですよでいけない時はもういけないんですよ資金を失わないことってのもそれは勝ちに相当するぐらい大事なことですからね難しい時にエントリーして資金を失っちゃうと格好つけるもんではないですからまずは資金があることが大事です先は長いですからね かといって、いつまで経っても先は長いっていう発想でもいけないので、いつ頃から稼ぎ始めるんですかっていう課題を設定するときに、FX オリガルヒはもともと令和5年1月1日からのスタートですから、その時までは少なくともトレーニングしましょう。ね。稼ぐのは未来資産です。稼ぐのは今のところですよ。今のところは令和5年から稼げればいいじゃないですか。だから今年の勝ち負けに焦らないことです。思わぬ退場を余儀なくされちゃいますからね。はい。 じゃあどんどん学んでいきましょうまだやること多いですからね次はえっ、ー、と日足を見ていきますはい東です見る影もなく大きく下落してますよね一つテクニカル的に言えるのはこことの関係はどうかなっていうところですまああまり関係なさそうですよこれほどまでの大きな陰線の流れはただし一つ目の陰線がこの長さ二つ目の陰線がこの長さですから 陰線のボラティリティもこれから落ちていくことが考えられますんで、このボラティリティがね、少なくとも、ここぐらいの大きさになるように、その時までは待っておきましょう。だからもうちょっとでしょ。で、一つ目の陰線ってのはちょっとね、異常な大きさだったんですけども、二つ目の陰線って、まあまあないわけではないじゃないですか、こういうのは。言ってみれば、この辺りとかこの辺りの陰線に相当するわけですよ。だからまだでかいけども、まだ対処できる陰線かなと思いますので、 でもどちらにしてももうちょっと待っておきましょう月曜日から相場また始まりますけども月曜日からいきなりエントリーできるってことはありませんからねはいこんな感じですまあ要線もちょびっと出てくるような感じかなと思いますけどもこの4時間を見ていてもね分かりのようにこのぐらいの陰線ってのは珍しいんですよこの介入があった時に出たっきりですよねでこの陰線もでかいです大陰線ですこの陰線も大陰線です 少なくともこのぐらいの陰線になるまではちょっとね待たないといけないですよねそういうふうに考えていくことが大事ですよこのあたりの陰線4線の大きさを見てくださいちっちゃいのも多いでしょうで1時間ですこんな感じになってます月曜日の朝は特に相場解説ないと思いますんでじっくりと様子を見ていってくださいまあもちろんね速果塾限定動画の方にの相場解説もあげますんでそれと同時に FX オリ合いの方にも同じ動画をアップロードしようかと思いますけどね。ね1時間見ているとこの辺の巨大な陰性に比べて1時間の方ではだいぶ落ち着いてきたような感じがありますよね、うん、だからもうちょっとの辛抱だと思いますただし大丈夫という意味で月曜日は基本的にエントリーなしでしっかりと観察していきましょうそしてねこれね多くの方にまた言わなければなりませんけどもあのとりあえずはねデモでやってくださいねデモできちんとメモを取って勝率が 5割を超えたら、それは実弾を込めてもいい時期だっていうふうに判断してください。そのためにはトレードの回数をやっぱり増やさないといけないです。だから10回か20回やって勝ち越したからっていうんで、じゃあ実際の実弾を込めたエントリーに行っていいかっていうと、データ少なすぎるんで、だいたい1000回ぐらいやってプラスだったら同じじゃないですか。で、1000回やって記録が取れた後は、今度また別の1000回をね、サンプリング調査しなくてはいけません。そのことについてもまた今度お話ししましょう。 はい、じゃあ今回は以上ですとりあえず月曜日はエントリーなしで観察して仮説をすることに留めておきましょうまた月曜日放送しますそれではお疲れ様です